ススンンガー TV! スウィンガーーです<う>、えー、早速なんですけど、えー、今日、えー、2月19日日曜日、えー、17時から、えー、プロ野球開幕戦、えー、ロッテ対ホークスの、えー、チケットの先行販売が行われました。えーまあ、それにあたって自分もう本当に Wi-Fi が完備されたところで万全なところで待機してたんですけど報告にはなるんですけど えー、3月31日から2日まで行われるホ、えー、ークスペイペイドームの3カード、えー、全部いきますはいいやよかったっすとりあえずまあ要はチケットの争奪戦に、えーまあ、勝ったというご報告の動画ですはい福岡の開幕戦自身何年ぶりだ7年ぶりぐらいかな2017年の開幕戦は僕見に行ってないんで2015年以来の えー、開幕戦。で、えー、っと、2019年にも、えー、開幕戦行きました。楽天の、えー、ロッテ対楽天で、レアード選手が勝ち越しホームラン打った試合ですね。その試合も、えー、見に行きました。まあ、福岡はね、割と、えー、頻繁に、えー、開幕戦が行われます。なぜかね。はい。まあ、開幕戦金曜日、えー、試合開始時間が18時半。 まあ6時プレイボールがね、ナイトゲームだとそういう時間帯になりますけど、まあ開幕ゲームなんで30分、えー、遅らせてのスタートとなりますが、開幕戦のチケットがね、高い <laughs>。高かった。1個4000円。ミ <laughs> スター応援席なんでね。はい。翌日の試合は、それのね、2分の1の値段に、えー、落ちるんですけどね、えー。土日の試合なのに。はい。 まあただね、一つ驚いてることがありまして、なんとね、えー、ビジター応援席の、えー、ブロック数が、えー、なんと5ブロックになってます。はい。驚きです。直近の声出し応援だと2019年、高野祭典ございましたよね。高野祭典のビジター応援席は、たったの3ブロックしか <laughs>、ありませんでした。まあそれに比べたら、二、えー、2ブロック増加してることによって、ロってファンのね、 えー、人客も、えー、増えていくので、えー、これ、これはかなり朗報だと思います。はい。まあ、福岡、ロッテ開幕戦で思い出すと、えー、まあ、2014年は開幕、サンタテ。で、2015年は、えー、開幕戦勝って、えー、勝ち越し、2勝1敗の勝ち越しとなったシーズンでしたね。で、その次が2017年。その年は開幕三立、サンタテ。 で、2020年は、えー、開幕初戦こそ落とすものの、えー、その次の試合と翌日の試合は、えー、勝って2勝1敗。で、2021年、開幕3勝てはい。ってなってるんで、2023年は、えー、開幕カードを勝ち越すんじゃないかなと。一、えー、1個ちょっとフラグを立てておきます。ロッテは練習時代見てると、結構ね、打撃陣が打つ打つ。 本当にすごい試合をね、えー、結構見せてくれるっていうか、藤原選手、山口選手を中心に、えー、去年まで見られなかった、ダの野球が結構できてるなって思って。まあ、ただね、投手陣がひどい。<laughs> うん。この前も,もね、誰とは言いませんが、えー、4失点したりとか、えー、5失点したりとか、えー、へー 中継ぎも、ちょっとやばい状況にはなるんですけど、まあ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 、まだね、シーズン始まってないんで、まだ開幕まだ1ヶ月以上あるんで、そこはどうなるかわかりませんけど、えー、ぜひね、開幕までに仕上げていきたい。そして、福岡開幕戦で、スタートダッシュをね、マジで決めてほしい。この3連戦ガチで、開幕カード3連戦マジで大事なので、このカードを勝ち越すことによって、えー、ロッテの前半戦が決まると言っても、まあ過言ではないです。 はい。そんぐらい開幕カード、ほんと大事なので、えー、福岡でやるっていうのがね、本当に一つのポイントなんで、ますます気合いが入ってきますね。マジで、声出し応援も解禁されるし、ブロック数も広くなるし、えー、あとは十分です。まあ僕、個人的にはあと、飛行機のチケットを取るだけなんですけども、えー、まあそんなこんなで、えー、福岡のマリーンズファンの皆さん、もしくは遠征組のロッテファンの皆さん、盛り上がっていきましょう。そして、 キバロッテマリーンズ、今年こそ絶対に優勝しましょう以上、スウィンガー TV でした